こんにちは花場の一筆が中尾月香と申します本日もご視聴ありがとうございますスイートピー描きたいと思いますがスイートが甘いでピーが豆でスイートピーって言うそうですよ今にも蝶々が飛び出しそうなっていう感じがしませんか結構ねお花まあこちらに可愛らしい色のお花ありますがこちらスイートピーなんですけれども 今日はカラーでねい,ろいろ楽しもうと思います黄色赤緑、えー、紫のみホルベイン社のコバルトバイオレットのライトを使っておりますがその他は桜のマット水彩です、はい、それに少し白を混ぜながら描いていきますがまずコバルトバイオレットのみを取ってね、はい、このようにちょっとね はい、点々を置くような感じですねチョボをね、はい、そしたら少しだけ白を混ぜて筆の腹を使ってねこういうふうにふわーっとこう置いていってくださいこちらも筆の腹をしっかりと使ってこの辺りね ふわーっとっていったってそれが難しいのよってなるかもしれませんけれどもちょっと真ん中薄いと思ったらまた後でねはいこのように入れたらこの花びらの周りだけちょっと軽くそう目立つほどじゃなく軽くふにゃふにゃっとこうなみなみをね ちょっと入れてやるとよりそれっぽく見えますはい、そして赤取ります続いて違うお色にチャレンジ赤ねこれスイートピって本当にいろんなお色がございますでしょですので何も、えー、この色同士じゃなくてもいいんですが 私はこの左にあるこのお色大好きなんですけれどもねはいちょっと描くと、えー、寂しいかもしれないのでまたアレンジメントでチューリップとかそういうものを描く時にはとてもいいかもしれません。はい、ふわーっと。 入れたらまた赤を取って輪郭ですねこちらふ,わふにゃふにゃこれもそんな目立つほどじゃなくてもいいんですよ先ほどから言っておりますあふにゃふにゃとこう入れるとこういうねお花のねなんとなくこ,うこっちの方が分かりやすい 濃ここい,いところがふにゃふにゃっとあるっていう感じでイメージしてます。はい、そしてイエロー春はね、まあ、菜の花もそうなんですがイエローがあるととても春を感じさせるお色のポイントですね。はい、そして同じくふにゃ ふにゃ,にゃ明日はもう早年が明けてエベスさんの日々に突入なんですけれども私は明日そのエベスさん西宮本恵比寿すごい渋滞の中車を走らせて講座が終わるんですけれどもまあ今から。 殺して渋滞の中上手に抜けていきますが迎えりに寄れたらお参りしてね祈願しようと思っておりますがはい今こうやって額を描いておりますこちらのね額のこういうところです見えますねかわいいですよね 丈夫ですし、ね、まあ花屋に行くと1月のお花なので実際には、えー、もうちょっと後なんでしょうがお花屋さん早いですよねもう売り切れるらしいですよいつも可愛い,いからみんな添え花にねアレンジして買っていかれるそうですはいまあ全部入ったかな これ忘れてたかな？はい。こんな感じで。はい、可愛くできたと思います。はい、まあ、あのー、スイートピーはまだこれからチューリップと混ぜたり、フリージャーと混ぜたりして楽しんでいきますが。 あの可愛いお花ですちょっとこうメッセージの端っこにとかお便り漢中見舞いにもおよろしいかと思いますので是非是非また楽しんでくださいませ。本日もご視聴ありがとうございました。また23日後に。